なんだこれ。誰の力も宿っていない、役に立たないライドウォッチはブランクだ。いらねえ、見なかったことにしよう。こんにちは、アスボンジャーです。今日は第1話に登場したジオライドウォッチになる前の空っぽの状態のライドウォッチをちょっと作ってみようと思います。基本的にはですね、ここをまず外すんですよね。そしてここの部分ですね、ここがまあとりあえず黒くなればいいんですよね。これ裏返しにしたら良さそうな気がするんで、ちょっとやってみますね。これちょっとドライバーでこれでこう、あ、一応くっつきはしないですけど、一応はまります。まあ、もっと本当はですね、こんな感じなんですよね。だからこの模様をつけるのはちょっと難しいですよね。かなり凝った模様してます。でこの状態の写真がですね、テレビくんとかテレビマガジンに載ってたらいいんですけど、探しても全然見つかんないです。載ってたら拡大か縮小をコピーして貼り付けられるんですけどね。なのでですね、それっぽい感じですね、ちょっと雑ですけど、いつもの、ペイントマーカーのシルバーですね、これ自分で描きました。もうちょっとうまく描けたら良かったんですけどね、ちょっとしょぼいですね。とりあえずこれで完成です。遠くから見れば若干それっぽいかもしれないですね。さすがにこれだけじゃあんまりなので、ちょっとセリフを考えました。回すところがついてない空っぽのライドウォッチはブランクだ。あとはですね、誰の力も宿っていない、役に立たないライドウォッチはブランクだ、とかでしょうかね。多分ビルドの時の空っぽのフルボトルみたいにガシャポンあたりで出るんじゃないかなと思うんですけどね。どうでしょうね、出てほしいですよね。というわけでブランク状態のライドウォッチを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。